こんにちは、列車プロデューサーのしめさばです。1月28日メンテナンス後から始まるアップデートの情報を紹介していきます。開発中の内容となりますので、実装時には異なる可能性があることをご了承ください。まず1月28日追加されるコンテンツはラグナブレイクインフェルノになります。メインストーリーの続きのお話ですね。今回登場する新チャイルドが2体、ティタニア とヘパエストスです。ティタニアは星4にいた子が、星5に昇格したような形になりますね。まずは、ティタニアのライブ 2D を見ていきましょう。心配しないでください。今は寂しいけど、すぐにまた賑やかになりますよ。お願い、信じて。はい、星4の頃よりさらに凛々しさが増してる感じになります。光属性の攻撃型になりまして、スキルの方が闇属性の敵に対する追加ダメージだったり、補助型の敵に防御無視ダメージを与えたりする、今回のレイドボスのヘパエストスが闇属性の補助型になるので、完全にヘパエストスにターゲットを合わせたような攻撃型になります。スライドスキルは2体に2連打になりますので、ボス1体の時は実質4連打になりますね。光属性なのでクレオパトラとか、あとはブライダルヒルドあたりが比較対象に上がってくると思うんですけども、瞬間火力としてはクレオパトラとかブライダルヒルドに劣るかもしれないんですけども、その代わりに連打数が少し多いような感じになってます。次にですね、ヘパエストスのライブ 2D を見ていきましょう。お前を焼き尽くす炎が見えるか？終わったな。ヘパエストスはイグニッションのメニューで見かける悪魔なんですけども、今回ボスとして登場します。ヘパエストスは闇属性の補助型になりまして、入手時のスキルについてはデバフ回避率アップだったりとか、あとはデバフ無効だったり、デバフに対する抵抗力が強いスキルセットになってます。あとは闇属性の味方に対してバリアを付与したりもできるので、守りを固めることも結構できたりしますね。 PVP 時って書いてあるのはデビルランブルと、あとはエンドレスデュエルで発動する能力になります。レベル40ボスのヘパエストスのスキルなんですけども、持続ダメージスキルの分解だったりとか、あとドライブゲージチャージ量ダウンをしてきます。ドライブダウンしてくるとフィーバーが打ちにくくなりますので、そのあたりで対策を考えてみるといいかもしれません。あとですね、今回のラグナブレイクではコスチュームが3種類出ます。順番に見ていくと、まずはアウロラの制服のコスチュームです。こちらですね。すごいでしょ。かわいい。この温泉高いんでしょ。悪魔さんはお金ないから無駄遣いしないようにするわ。で、次にカーララトリのピンクのスーツのコスチュームです。夜って不思議だな。昼間見えなかったものが姿を現すんだ。もうバテたのか。最後にですね、今回登場するヘパエストスの、教師のコスチュームになります。所詮悪魔とは劣等の種族だ。だが私は違う。私はいつか神の座につくからな。私を倒せるのか。こちら3種類がラグナブレイクの報酬として登場しますので、ぜひ狙ってみてください。このコスチュームはラグナブレイクのショップの一番最後の更新で登場する選べるギフトの方で獲得できます。この選べるギフトはコインがあれば2回まで交換できますので、ぜひ狙ってみてください。こんな感じで今後アップデート情報をお届けしていければなと思ってます。それでは明日のアップデートをお楽しみに。バイバイ。